丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日裏側をお話ししてくださるのはこちら、脱北者のキムさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。脱北者と言いましたけれども、北朝鮮出ます。そこまでの経緯はまたね、これの前の動画かな、あのキムさんの別の動画があるんでそちら見てください。でカンボジアの韓国大使館に行って、そこから韓国に入ったんですよね。はい、それが2008年。韓国入国したのは2009年。9年です。そうです。大使館に入ったのは2008年の末ですね。うん、入国したのはっていうのは、そこからどういうふうにこう入るっていうか、韓国大使館からすぐその韓国に入って、はい暮らしてくださいって感じになるんですか。なんかこう間があるんですか。韓国大使館に入って、でそこから韓国入国の手続きとかもあって、うん、ですぐ来れないんですね。そこでちょっと2ヶ月ぐらいちょっと時間あって、うん、でその2ヶ月後に韓国に入国するんですけど、うんうんうん、パスポートというか、韓国入るためにそのカンボジアからちゃんとした手続きを踏んで出ないといけないんで、うんうん、そういう臨時パスポートをもらって、で韓国に入国するんですよ。というのが一般的な脱北者が韓国への入国するため の、 その前の手続きみたいな段階なんですね。で韓国で、でも23歳じゃないですか、キムさん。はい。どんな生活をすることになったんですか。その脱北者って言われますけど、脱北者っていう身分で暮らせるわけじゃないじゃないですか。はい。どういうような暮らしをしていくことになるんですか、韓国で。韓国に入ったら、まず韓国でいろんなこう定着支援金っていうのがあるんですよ。うん、もうまずそういう住宅支援っていうのもあるんですね。賃貸住宅を一応、長期間でこうレンタルしてくれたり、あとはその職業訓練とかそういうのもあるし、教育支援っていうのもあって、大学とかも普通に無料で通えるんですよね。で僕は最初にちょっと周りにそういうサポートしてくれる人がいるんですけど、脱北者にちょっと勉強するのをおすすめしますっていうアドバイスとかもあったんですけど、もう何が何か分からないんですけど、とりあえず頑張って働いて貯金をしたかったんですよね。勉強よりも。はい、とりあえず1000万円ぐらい貯金すればなんかちょっと何か余裕があるのかなっていう感じだったので。でも始めるっつっても異国じゃないですか。はい、いわゆるね、外国じゃないですか。そこで働くということとか、どんな仕事できるのかとか、不安とかわからないことばっかりだと思うんですけど、そこは大丈夫だったんですか。最初はその韓国に入国したら、そういう教育っていうのがあるんですよ。定着 教育っていうのが。で、いろんな仕事、こういう仕事もありますし、ちょっとするにはこういう資格も必要とか、いろんなこう仕事の紹介とかもあるし、小さいこう体験とかもさせたりするんですけど、僕も一応父が先に脱北していて、すでにそういう働いて、ってたので、もう全く誰もいない日に来た人よりは少しこう定着するに、それがずっと、いろいろいろんな面で。ちなみにお父さんどんな生活してたんですか、韓国で。お一人だったら再婚したりとか、なんかそういう。もう再婚して今の母と一緒に暮らしていたんですね。じゃあもうお父さんはお父さんの生活があったから、そこに転がり込むって感じじゃなかった。はい、そうですね。その、住んでる、ところに行ったんですけど、はい、そこは大丈夫ですか、歓迎されたというか。そこでは、はい、普通に父の家で一緒に生活することに。お父さんってどんな仕事されてたんですか。タクシーをやってましたね。じゃあもう本当に普通の家庭じゃないですか。はい、そこにキムさん行って、でキムさんはどんな仕事を今度選んだんですか。一番お金を稼ぐのが何かって調べたら、釜山だったんですけど、住んでるんです。そこに、船を作る会社が多かったんですよ。なのでその会社に就職すれば、とりあえずお金一番給料がいいんだということを知ってたので、そういう産業技術みたいなする会社に就職しました。半年ぐらいそういう格好で教育を受けて。じゃあもうお金を稼ぐためにそこで働くっていうので、はい、でもキムさん、1回目の放送かなって、いわゆる最初の学校というか、北朝鮮の教育システムの中で出てた学校が、どこまで出たんですか。小学校。小学校ですよね。はい、いわゆる小卒な状態じゃないですか。それで職業訓練を受けて働いて、そこでずっと働き続ける
ていう選択肢もあったと思うんですけど、そうじゃなくて、で今もキムさんはほらちょっとこうお金を稼ぎたいがすごい強かったじゃないですか、うん、なぜそこから勉強したいの方にこう目覚めていったのか、そのあたりもちょっとお聞きしたいんですけど。その時はとりあえずまあ小卒でも特にまあそんなもう制限っていうかというのはなかったので普通に働いてたんですけど、やっぱ韓国ってちょっと隠れ社会っていうのもあって、どこかで人と会ったり友達とか作ってこうなんか会ったりすると、まあどこの高校卒業したとかよく聞かれたりするんですよね。それとまあみんなもう大学卒業したとか、その中で最初はちょっと何もわからない、もう左も右もわからないままとりあえずもうまあお金さえ稼げばもういいでしょうっていう、いやそれこそもう資本主義社会だからもうお金さえあればまあいいっていうこと、まあ感覚だったんですけど、やっぱもういろんな人とこう会っていく中でやっぱちょっと社会について何もわからないし、そもそもこの社会でもう生まれ育って何かね学校卒業したわけでもないし、なのでちょっと勉強が必要っていうことをそのうちにまず気づいて、でそこからちょっと仕事をしながらその中学の卒業検定を受けて、でそれは1年目その入社して1年目の時にそれ一応取ったんですけど、まあちょっと高校まで必要なのかっていうことで、やっぱ高校もまた取らないといけないっていうことだったんですけど、やっぱその高校卒業試験っていうのは一人ではちょっと難しいっていうのがあって、なのでどこかで塾みたいのもあったので、そこ通おうかなっていうのもあったんですけど、まあ2年ぐらい仕事をしていく中で、詐欺とかもこう巻き込まれて。詐欺？はい。まあその親がどこかの投資するところにお金投資すれば儲かるよっていうなんかその誘いを受けて、そこでまあ自分もちょっと貯金したらいくらかも。やったんですけど、結局、まあ、それはもう投資でも何でもないただ詐欺だったので、というのもあったり、お父さんそう考えると結構詐欺あってますね。あのキムさん脱北させる詐欺もものすごい食らってるし、お父さん大変だったでしょうね。キムさんも大変だったと思いますけど、まあまあそうですね、いろいろもうあのだからその脱北者ってやっぱりこう社会の人脈もない、ただもうこう急にこう韓国社会に今、不時着というかっていう中でもう生きていくことで、いろんなこうまあですね詐欺もそうですし、じゃあまだ北朝鮮のいわゆる洗脳教育的な部分っていうのは完全に解けてないなって感じはしました、自分でその韓国で暮らしてて。そこは特にそこまでないんですけど、やっぱりその同じ言語って使ったとしても北と南ってやっぱり生活習慣もうこう社会性っていうのも違うので、やっぱその中でもいろんなこうもともと韓国生まれの人と葛藤っていうかっていうのがあるんですよね。中でその、まあ、いろいろちょっとちゃんとまともに仕事もできない人がいて、まあ、ちょっとそういう、まあ、裏社会の犯罪に巻き込まれる人も多いし、でもあの韓国行ったら北朝鮮のニュースとかバンバン出てるわけじゃないですか。自分がついこの間までいた国がこんな風に報じられてるって見た時にショックですか、どうなんだ、こんな国だったの俺いたのってなるんですか。特にそこまで驚きはないんですけど、まあ、でもちょっと北朝鮮で受けた教育って全て嘘っていうのは、まあ、どんどんこう韓国で生活していく中で、韓国はいや北朝鮮全て間違いだよっていう教えてるわけではないんですけど、自分がどんどんこうあの生活していく中で、まあ、いろんな情報がこう入ってきて、自分で あれ嘘じゃんって気づくのってなかなか衝撃ですよね。これ嘘だよって国が言ってたらまたプロパガンダかなとか思うんだけど、自分で集めた情報であれ嘘だったんだっていうことが気づくわけですよね、はいはい、例えばどんなことに気がついたんですか、そのキムさんは。キム・イルソンはもう偉い人民のためにあの一生を尽くしたとかと言ったり、まあ、それがもう世界で一番恵まれた人民だとか聞いて、小さい北朝鮮から出て海外で生活したら、まあ、一番呪われてるんですあ、まあまあそうなんですけど、そうなんですけど、今、まあ、そうなんですよ。違うとかそういうことも言う必要ないのは確かにその通りだと思ったけど、でも出てくるじゃないですか、はい、いわゆるポップカルチャーというか、あの音楽とかあの芸能とか、いわゆるエンターテインメントですね、そういうのに触れてくるじゃないですか、韓国とか世界中の世界広がりました、やっぱキムさんの中で。ブワッとこう僕が脱北してすぐマイケル・ジャクソンが亡くなったっていうのがあって、ずっとテレビでニュースが流れて、なんでそんなに有名人なんだって思って調べたら、
まあ、結構いろんな歌もあって、うん、なんでそれこそまあ北朝鮮ではまあイデオロギー的なそのプロパガンダ目的の歌ばかりなんですけど、うん、まあ、ただ自分のまあ好きな曲メロディで選んで聴くっていう、うん、まあ、まさにその自由っていうのが自分の手に入ったっていうのがすごい一番良かったことですね。あと自由か、好きな映画も自分の見たい時間に選んで見れるし、うん、北朝鮮でその見ちゃいけない映画、うん、もう聞いちゃいけない音楽っていうのも海外から入ってきたのは全てもうダメなんですけど、うん、まあ言語も英語は知らなくてもとりあえずそのメロディが好きで聴けるっていう、うん、それを誰もがもう聞いちゃダメとか言わないし、まあその時はもう自由っていうのがこんなもんなんだっていうのを毎日実感したんです、うん、それは良かったですか。やっぱり大したことなかったです、すごい良かった、どう思いました、うん。いや、それはもうすごい良かったことですね。でもう一個聞いておきたいのは、この1回目2回目を見た人だったらもしかしたら同じことを思ってるかもしれないんですけど、どの段階でお腹いっぱいになったんですか。ご飯食べれたっていうか、そう、脱北のルートのところもあったと思うんですけど、あ、お腹いっぱい食べれたってなった瞬間っていうか、だって食べれるわけじゃないですか、食料があるわけじゃないですか。どこで、韓国来てからなんですか、途中だったんですか。あ、中国でとりあえずもういっぱい食べました。そこがいろんな、もうとりあえずもう果物とかがもう、うん、あの北朝鮮ってせいぜいリンゴと梨、うん、いや、まあ、桃とか、まあ、そのシーズンによってもあるんですけど、まあ、中国行ったらもうあのバナナとかもそうですし、うん、普段見れないこういろんなフルーツがいっぱいあって、うん、その時までも見たことのない果物もあったし、あとも食べ物ってもうどこ行ってもそんなに一生懸命頑張って、その一日、まあ、次の日食べる分をもう得るために一日頑張るんですけど、北朝鮮では。中国でそんなもうちょっと払えばもうすぐお腹いっぱい食べるっていうのが、ね、まあ、脱北して一番良かったっていうのがその中国で最初に経験して、でもう本当に良かったっていうのが韓国に来て、自分が好きなことを何でもできるっていうのが。それまで食べてなかったもので食べれるわけじゃないですか。自分があれこういうもん好きだったんだって分かったものってあります？その食事とかで甘いお菓子が好きだったとか、お酒が好きだったんだとか。もう何でも好きなので、うん、それで何か改めて気づいたのは特にないですね、うん。今お気に入りって何なんですか？最近ちょっとワインのいろんな味をちょっとこう、うん、あのしていくのが楽しみで、はい、ちょっとまあ飲んだりするんですけど。日本来てありました抵抗？あ、まあ、日本食は最初だと口に合わなかったんですよね。それはその日本に来るまでに日本食って食べたことはない、うん、あ、まあ、韓国で一応食べたことあるんですけど、うん、まあ、ずっと子供の頃ってあの大人になるまでもうずっと韓国の家庭食がメインだったので、うん、北朝鮮で世界の他の食文化って経験することがないので、でちょっと日本に来て初めてこう日本食って、本物の本場の食べて、うん、ちょっと最初はそうですね、納豆、まだ今納豆もちょっと苦手なんですけど、あ、ちょっとその日本への下りも聞きたいんですけど、あのもう一つ韓国でのことでちょっと聞いておきたいのは、脱北者同士って交流することってあるんですか？あります。その中に昔の知り合いとか、あなた知ってるみたいな、そういう人もいたりするんですか？僕はあまりそういう交流会とか参加しないんでちょっとわからないんですけど、うん、基本やっぱり全然こう知らない国に来て頼れる人がいないんじゃないですか、はい、もう親戚もいないし、まあ、何か高校とかの同じ高校 の、うん、まあ、あのそういう友達もいないし、でやっぱり脱北者同士でやっぱそういう一緒にこう、まあ、コミュニケーションみたいなの作って交流するのが多いんですね。そういう交流があった流れで日本に来たのか、キムさんが一人でやっぱり日本という国に行ってみたいと思って来たのか、どういう流れで日本に来たんですか？僕がその興味を持ったのはもともと北朝鮮にいる時からだったんですけど、うん、まあ、北朝鮮で開国って言ったら中国が日本ぐらいなんですよ。なんでだった？そういや、やっぱりその中国っていうのは同じ共産主義で陸路でつながってるんですよね、はいはい、うん、なのでその交流っていうのがやっぱりあるし、中国製のものとかも入ってくるし、うん、っていうのはあるんですけど、日本って言ったらその在日の人が、北総事業でいっぱい北朝鮮に来て、で僕住んでる町にも結構多くいたんですよね。でそのやっぱり日本に親戚がいたりすると、そういう、まあ、日本からの、まあ、仕送りでお金も送ってくるし、うん、親戚がたまに来るんですよね、北朝鮮の親戚に会うために、うん、その時に、まあ、日本製の何か物を持ってきたり、うん、
そういうのがあって、まあ、その在日の家に行くと、なんかのこう日本風のいろんなこう食べ物もそうですし、そういうのがあって、で、まあ、彼ら北朝鮮に住んでいて、まあ、日本がすごい好きとか、うん、もう日本がすごいもう北朝鮮よりまあ発展してるとかとは言えないんですけど、うん、ただただ見て感じることっていうのがあるんですよね。うん、でその中でいろんな交流をしていく中でも日本の生活って昔こうだったとかっていう話聞くと、やっぱり海外ってどうなのかっていうのも全然全くこう国から情報を統制されてわからない中で、うん、そう聞くとすごいこう興味っていうの湧いてくるんですよね。うん、あとはその在日のいろんなこう商売やってる人がいて、中古の自転車とかもすごい北朝鮮に入ってきたんですよ、うん、日本からの。でも中古の家電もそうですし、そういうのがやっぱり日本っていう国についてそのすごいこう興味を持った、その時からきっかけだったんですね。でも韓国はむしろもう敵国なので、韓国について一切こうもう何もこう話ができないんですけど、むしろ日本って言ったらどちらかというとそういういろいろ日本製のものも使ったり、在日の人もいて、まあそれがすごい北朝鮮から日本という国に対してちょっとすごい興味があったっていうのが今こう日本まで来たきっかけですね。すごいですね。ちなみになんですけども、その日本来て今度は日本にこう暮らすじゃないですか、はい、北朝鮮の出身である、要は脱北者であるということって今で YouTube を使って明らかにしちゃってるじゃないですか、はい、なんかこう影響ってありますか、その北朝鮮出身ですってその周りにこうアピールしちゃったことでとか知られたことでとか。あんまり自分の口で言うと僕北朝鮮から来ましたっていうのは YouTube をやる前はあんまり周りにいてなかったので、なんでそんなあんまり周りの人が知らないんですけど、うん、まあ、ちょっと YouTube とかやってて大学の友達とかも全然知らなかったけど、なんかあるテレビ番組見てちょっと急に出てきてびっくりしたよとか、そういう反応もあったり。そうですね、日本にいて韓国から来ましたっていう人に、あなたもしかして脱北しましたと聞かないし、は思いもしないもんね、そんなことね。で、北朝鮮出身であるということで、いわゆる差別的なことだったりとか、その困ったこととか、そういうのは今のところはないですか、大丈夫ですか。まあ、特に今のところないですよね。むしろいろいろ YouTube とかで、まあ、温かいコメントとかもすごいたくさんの方が応援してくださったりして。そうですよね、応援しかしたくないですよね、今の話続けて聞いてますから。僕特に応援したいですよ本当。ということでキムさんね、今ね YouTube チャンネルやられてます。もっと詳細な話をもっともっといっぱいねしているんですよ。でもなんで YouTube で発信 しようと思ったんですか、その北朝鮮のことを。最初はただもうこっそり、日本で普通の暮らしするつもりだったんですけど、うん、2年前かその日本ですごいこう流行った韓国のドラマで、うん、愛の不時着っていうドラマがあって ありましたね、はい。でその背景であるのがその北朝鮮なんですけど、うん、すごいこう人気があって、そこにハマった人たちって実際北朝鮮ってドラマの世界のような国じゃないかっていう人がすごく多くって、うん、でもうなんか北朝鮮にちょっともしかしたらそこのドラマの主人公のように不時着したら、そういう優しい北朝鮮軍人に会えるんじゃないかっていう、まあ、そんな人も多かったので、いやまあ実際の北朝鮮ってそうじゃないっていうのもちょっと伝えたかったので、それはちょっと YouTube を始めたきっかけなんですよね。じゃあ本当に北朝鮮に不時着したら優しい軍人さんに迎えられることはないんですか。優しい軍人さんというか、どこはもうすごいすごい射殺されるかもしれないはい、非常にねそういう厳しい面もある国ということですね。というかもう今の話を聞いてて大変だとしかやっぱ思えないですけどね、これね。いやーこれはねなかなかやばかったっす。まあねちょっとねキムさんのねもっとやばい北朝鮮の話は、また別の動画で皆さんにお届けしてみようかなと思っております。ということで今回は北朝鮮を出たキムさんの暮らしについてお届けいたしました。ありがとうございました。ありがとうございます。こんにちは、キム・ヨセフです。日本、脱北して14年目で、来日して9年目です。
まあ、今ずっと脱北者が語る北朝鮮というチャンネルをやっています。この前も本を出版されて、ありますので興味ある方ぜひ見てください。ありがとうございます。